デボー制度は古代エジプト建築の聖堂を解体し、スペインの首都マドリードに再建した建築物。解体前のデボー制度デボー制度はもともと上、エジプトのアスワンの 15km 南に建設された。これはナイル川の第一の滝や女神、イシスを祀るフィラエ神殿が近い。紀元前2世紀前半、クシュ王国のアッティコロマニオが、 アメン神を祀る神殿を建てた。この神殿は、ダッカ神殿と同様の後期メロエ様式で装飾、建築された。プトレマイオス町のプトレマイオス6世とプトレマイオス8世、プトレマイオス12世の時代に、神殿は12、15メートルに拡張され、フィラエのイシスを祀った。ローマ帝国のアウグストスとティベリウス両皇帝が、装飾を完成させた。現在マドリードにある、 デボー制度正面から見る、デボー制度1960年、アスアンハイダム建設に伴い、多くの貴重な建築物が水没の危機にさらされた。ユネスコはこれらを保護するため、国際的に呼びかけを行った。1968年、スペインは、アブシンベル神殿保護に協力した謝礼として、エジプト政府からデボー制度を寄付された。1972年、デボ制度は、 マドリードの王宮近くのオエステ公園に再建され、一般に公開された。門は元とは別の順番で設置された。古代エジプト建築が残る世界でも貴重な事例であり、スペインでは唯一である。複数のエジプト学研究者から他国に寄付された建築物と異なり、屋外で風雨にさらされているとの批判を受け、市議会は全会一致で2020年2月にに応 つけることを決定した。エジプト政府から寄付された4制度を。ありがとうございます。